毎回どうでもよい情報をお伝えするゲーグラ最新ゲーム情報。今回も役に立たなさそうなニュースを見繕って紹介していこう。Thanks to all creators. It is the beginning of Gaming Rabbit TV.超高性能マルチメディアプレイヤー改め、プレイステーション4超先生、なかなか好調。いよいよ発売された SCE の大本命ハード、プレイステーション4超先生。発売2日目で32万台を売り上げ、好調なスタートを切ったようだ。しかし、その陰で様々なネタも用意。詰め込めるものを全て詰め込んでみました的だったプレイステーション3に対し、超先生は、徹底的に省けるものを省いたスパルタンな仕様。DVD、ブルーレイは読み込めるのに CD は一切認識しない。ブルーレイを見るのにわざわざネットに接続し認証しなければならない。映像出力は HDMI 一択。Bluetooth 機器がほとんど使えない。PS3 から見たらかなり純然たるゲーム機に近づいたとも言える。好調ではあるが、やはり過去のプレイステーションシリーズに比べれば勢いはなく、地域によっては予約なしでもあっさり買えてしまうほど在庫も溢れていたようだ。遺産で買い占めに走った転売屋がギャフンという一幕も見られるなど、今後もしばらくは超先生が様々なネタを振りまいてくれそうだ。任天堂の迷走続く。 Wii U が事実上の失敗、3期連続赤字経営など、やることなすことを裏目に出まくる最近の任天堂。そんな任天堂が起死回生の一発として我々ゲーマーに示したのが健康というキーワード。これを聞いたゲーマーたちも頭にハテナマークが何個も浮かんだことだろう。あれほど山内組長に他業種には手を出すなと言われていたにもかかわらず、健康事業への参入を決定したのはまさに任天堂の迷走していることの表れであろう。確かに、その片鱗を見せた Wii Fit の成功はあるが、あれはどちらかといえばゲームの延長線上にあるもので、今回の本格参入とは話が違う。山内スピリットを徐々に消し始めた任天堂の行く末はどうなるのであろうか。ゲームグラフィック TV。中国、海外ゲーム機販売を一時解禁。これまで海外ゲーム機を国内で販売することを禁止していた中国が突如その規制を解除した。これまでアンダーグラウンドな市場で出回っていた海外製ゲーム機がいよいよ中国市場になだれ込むことになる。しかし、これまで一部の人しか触れることができなかった海外製ゲーム機を中国で普及させるのはなかなか難しいと思われる。価格的なものに加え、これまでどこかで見たことがあるようなパクリハードしか見てこなかった中国の子供たちに、いきなりハイスペックなゲーム機を与えたらどうなるのか。日本的に言えば、カセットビジョンしか遊んだことがないのに、いきなりプレイステーション4超先生を与えられたようなものである。また、中国にはびこるパクリハードの普及も、海外製ゲーム機たちの普及の妨げと言える。何しろ中国ではそちらのパクリハードが本物扱いなわけである。
かし、これで中国のゲーム市場が成長し、もしかするとびっくりするような進化を遂げるかもしれない。そうなればかなり面白いが、おそらく夢物語で終わるのだろう。 PS ビータ先生、 PS4 超先生発売で本領発揮かと思われたが、基本 PS3 の時とできることはほとんど変わらず、リモートプレイに対応したゲームが増えることぐらいか。割と注目されていたビータ先生を PS4 超先生のコントローラーとして使うというのも、残念ながらソニーに否定されてしまい、立ち位置は PS3 時代と何も変わらないといったところか。むしろ注目はビータ TV 大先生に PS4 超先生のコントローラーがいつ対応するのかということだろう。まだ正式な対応のアナウンスはないが、アップデートで実現しそうだ。これでビータ TV 大先生が本領を発揮して大ヒットとなれば良いが、正直微妙なところ。それでもゲームグラフィック TV は PS ビータ先生シリーズを全力で応援します。ということで、今回も知らなきゃ知らないで良い情報をお伝えした。さて、次回はいよいよスペシャルを除いたゲームグラフィック TV 本編通算250回。どんなネタを用意するか楽しみに待っていただきたい。ゲームグラフィック TV はまだまだ続きます。